こんにちは、赤ちゃんです。今日はこちら、じゃじゃーん、ドンキホーテ第4弾。おそらくラスト、これが第4弾ラスト。第1弾、第2弾、第3弾ってやってきたんですけど、第4弾です。今回が一番すごいです。もうね、めちゃくちゃテンション上がりました。やっぱドンキの海外お菓子っていうと、すごい原宿で人気のやつもあるけど、ちょっと手に入りやすいものが比較的多いようなイメージなんですけど、なんと新作の海外お菓子原宿に売ってて、しかも僕がめちゃくちゃ美味しいなと思ったものを買ってきました。これはぜひ皆さんに買ってほしいですね。全部で6個かなぐらいあるので、7個紹介していきたいと思います。まず一つ目、ちょっとさ、間違えてその第3弾まだ紹介してない時に買ったから、かぶりです。偽ナーズロープ、これ前回の動画で第3弾食べてるので、よければ見てください。続いて2個目は、ちょっといつもグミ系が多いからこちら行ってみますか。じゃん、ミルクチョコレートマッシュマロフラッフィーライト&スイートっていう感じで、マシュマロです。マシュマロもさ、結構人気じゃん、海外お菓子の中で。美味しそうなので紹介します。めっちゃいい匂いする。僕チョコが大好きなんですよ。はい、こちらがチョコレートのマシュマロです。なんかすごく美味しそう、超美味しそうなんだけど、これいただきます。うん、うわ、やば、トリュフ超えた。トリュフチョコめっちゃ美味しいじゃん。待って、これ超美味しい。ちょっとかじって断面見せます。こうやって中にマシュマロが入ってるんですけど、マシュマロの方が割合多いけどね、めっちゃ濃厚なチョコだから超満足感あって、マシュマロはそんなもちもちしてないんですけど、ふわっとしてて食感がまず美味しい。イメージはほんとトリュフチョコみたいなイメージだけど、めちゃくちゃ美味しいんだけど、これ待って、もう いきなり1個目すごいよ、これ超美味しい。ここ最近食べたチョコで一番美味しいです。めちゃくちゃ美味しい、びっくりしてる。マシュマロ苦手だけど、そこまで言われたら食べたくなる。いや、もうこれマシュマロっていうかチョコですね、ほんと。マシュマロもさ、もちってしたようなマシュマロじゃなくて、ふわってしてる感じだから。チョコのコーティングされてるから、ほぼチョコ食べてるみたい。では、3つ目、いきます。こちら、ヤクルトの形をしたグミキャンディーです。これ僕食べたことないので気になってます。ヨーグルトグミですね。飲み物かと思った?グミです、こちら。気になるね、これ。これ、ビレバンで見たことある?お!ビレバンにも売ってるんだ。ビレバンもね、結構海外お菓子あるので。じゃあ、こちら、開けてみまーす。蓋の部分を開けるイメージで。あ!めっちゃいい匂い!めっちゃヤクルトの、すごいヤクルトの匂いする。見た目はこのコーラグミと同じような見た目してる。いただきます。匂い、すごいヤクルトのいい匂いするよ。ん?結構ハードグミ。うわ、美味しい。美味しい。ヤクルト僕大好きだから。うん。待って、今回、神回。あ、めっちゃ美味しい。最近食べたグミで一番美味しい。今日この最近食べた中で一番美味しいって言い過ぎだけど、めっちゃ美味しい。うわー、今日当たりだなー。では、4つ目。ででん。見た目のインパクトで購入しました。地球グミで有名なトローリのピングミだって、ペンギンですね、ペンギン。見た目がさ、すごい可愛いなと思って、ここにしました。うわー、匂いがいきなりアメリカン。はい。こんなペンギンの形してるグミなんてなかなかないじゃないですか。可愛い。あ、これね、3色あんのかな。黒がさ、すごいペンギンっぽい、ほら。黒色。ペンギンっぽいね。あ、でもすごいね、こんなさ、リアルな形のグミって。3D グミ流行ってきてるからね。で、ピンク色のペンギン。はい。はい、こんな感じでーす。かわいいね。黒がやっぱペンギンっぽい。では、いただきます。味違うのかな?ん?結構固めのグミ。あ、さっきのこれも固めです、グミとしては。ハードグミ。やっぱ、アメリカンな味になりましたね、一気に。まあ、よく食べるような味。ピンクだからといって、イチゴではない気がする。多分。水色一応食べてみます。ん?味は違う。味はわかんない。でも、海外グミっぽい感じの味です。そう思うとやっぱ、これ美味しい。意外と残り3つです。最後に僕の一押しのグミをね、これさやちゃんも好きなんだけど、紹介します。では、5個目、こちらです。ちょっとブームが若干あれだけど、パチパチ、ダルゴナー。
ダルゴナと言ったらイカゲームですごいブレイクしたと思うんですけど、パチパチするダルゴナです。パチパチするそうです。あ、なんかカルメ焼きみたいなさ、見た目のしてるね。お、イカゲームのカルメ焼きを砕いた時のかけらのような感じですね。色も匂いも、ちなみにキャラメルというか焦がした砂糖の匂いがします。じゃあいただきます。うん、あれ、パチパチしない。なんかね、中にパチパチのキャンディーが入ってて、だからダルゴナを砕いたやつとパチパチキャンディーが入ってる感じですね。ダルゴナの割合が多すぎてさ、パチパチキャンディー全然見せられないんだけど、ほら、青と赤のやつがあるでしょ、これがパチパチ。だからこの砕けたダルゴナ自体はパチパチしません。味的にもカルメ焼き、イカゲームのカルメ焼き、サクッとしてる、美味しい。で、キャラメルっぽい焦がし砂糖みたいな味がします。ちょっとパチパチキャンディーさ、割合少なすぎてちょっと2かけしか入ってないんですけど、いただきます。うん、食感はサクサクしてて美味しい。さっくりしてる感じで、ただパチパチキャンディー少なすぎて分かんない。本当にたまたまダルゴナばっか出てくるのかな。一気にこんぐらいいきます。パチパチキャンディーこんだけ入れて10個ぐらいあるかな。うん、なんか、うん、すごいサクサクしてパチパチして美味しい。あ、これもいいかもしんない。すごいサクってしてて美味しいです。食感が美味しいです。ちょっと第4弾一番満足度高い。いいね、第4弾ラスト2個いきます。はっ、今回やっぱやばい。ちょっと忘れてた、何買ったか。こちらです。僕がめちゃくちゃ一押しのグミです。これね、最近結構手に入りやすくなってきてるんですけど、まさかドンキでも買えるという。で、これイチゴですけど、確かマスカットとグレープもありました。フルーティーグミ。これね、マジで一押し。うわ、これ買える時代来ちゃってる。第4弾やばい。ちょっと圧倒的に良すぎる第4弾。これね、見た目も味も全て100点のグミです。うわ、これ、こんだけ食べれるの嬉しい。はい。見た目はこんな感じでーす。いちごの形してて可愛いね。地球グミとかもさ、パッケージは可愛いじゃん。中身ですよ。ほら、すごいんだよこれ本当に。よいしょ。うわー、すごっ。いちごのグミなんですけど、まずいちごのつぶつぶ感わかる？つぶつぶ模様がついてて、つぶつぶ模様。そしてヘタちゃんと緑色。そしてヘタの質感が違うんですよ。グミの見た目が可愛いでしょ。ではいただきます。うん、ソースはこんな感じ。めっちゃ美味しい。地球グミ食べたことある人だったら全く違うんですけど、わらび餅みたいな、そういうイメージ的にはわらび餅みたいな感じで、みずみずしくてトロンってしてて美味しいんですよ。これめっちゃ美味しい。味も美味しいし、このトロンってした食感のグミが僕好きで大好きなんです。で、可愛いし。え、ヘタはもっとトロトロのグミです。ちょっと食べてみよう。うん。ゼリーみたいな感じ。ジェリーって感じだな、ジェリー。美味しい。うん。6個入りだ。うわ、めっちゃ美味しい、これ、本当に。みずみずしい、トロンとした感じのグミで、超美味しいです。うん。いやー、ちょっと今回、どれも美味しすぎて、めっちゃいい。では、今回やばっ。ラスト、マジなおすすめ、どんだけマジなおすすめあんのっていう、こちらです。じゃじゃん、ラスト。これ一回動画で紹介しました、一回購入しましたけども、これ最初食べた時鳥肌立った。実は甘いもの嫌いなさやちゃんもこれは好きなんですよ。名前はレインボーグミです。いかにも原宿にありそう。これ新作らしくて、原宿で初めて買ったんですけど、店員さんにおすすめしてもらってマジで革命起きたと思った。はい、こんな感じです。つぶつぶしてますよね。こんな感じなんですけど、これのいいところは食感。このつぶつぶがね、もうなんかゾワゾワってする。いただきます。うん、うわ、さやちゃんと僕同じ意見なんだけど、これ最初の歯で噛みちぎる時の食感がマジで最高。中はグレープで、これもどっちかというとプルンとした感じのグミで、味も美味しいです。つぶつぶ全然ついてないグミ出てきた。あ、でも結構あるね、ついてないの。
全面に基本はついてるけど。これ美味しい。うわぁ、ちょっときついけど、今回トップ3決めたいと思います。これはね、新食感だから、ぜひ買ってみてください。驚くと思います。食感が楽しい。味も美味しい。では、今回7個紹介したんですけど、トップ3いきます。うわ、今回やばいね。ハイレベルすぎる。美味しい。トップ4にさせてください。トップ4、今回本当に良すぎるからトップ4で。3、4位、OK。できました。第4位。第4位は、こちらです。これです。なんか普通のグミにしてはこれ美味しすぎるね。めっちゃ美味しいです、これ。もう一回食べよう。やばいな、今日ね、実は海外お菓子撮影2回目で。めっちゃ甘いの食べてる、今日。うわ、美味しい。ちょっと待って、これ4位か。いや、味が美味しいもんな。チョコマシュマロがランクインしそう。これ4位だ。めちゃくちゃおすすめなんだけど、味はめちゃくちゃ美味しい。味だけだともっと上位に来ます。ただ、いろいろ含めて新鮮さとか含めると、まあ4位。では、第3位。3位は、こちらです。これです。まあ味で言うとこっちの方が美味しいんですけど、この斬新さと新食感に絶対みんなハマると思う。何この食感ってなるから、そういう楽しさも含めて第3位です。2位でもいいぐらい。今回レベル高。それでは第2位。第2位は、あ、待って、ここに来て迷う。こちらです。待って、これ本当は1位だった。これ今回本当は1位だったんですけど、今迷って2位にしました。今2位にしました。なぜかというと、美味しいんですけど、トリュフチョコみたいなもんだから、味だと全然1位なんだけど、一番食べてるんだけど、僕これさっきからね。まあトリュフチョコのようなもん。でもトリュフチョコって中までさ、しっとりしたチョコが詰まってるけど、こっちは中がふわってしてるから、また食感の違いはあります。あーまあ、今回ハイレベルだから2位です。それでは、第1位はこちらです。これは僕が昔からもう推してるやつ。昔っていうほどでもない、僕が前から推してるやつです。やっぱ見た目が可愛い。地球グミってパッケージから開けるともうただの青い丸だけど、こっちはちゃんとつぶつぶ感もあるし、ペタンもついてたりして見た目が可愛い。そしてグミなのにプルンとしたわらび餅のようなみずみずしい食感。味も美味しい。トロンってしてる。新食感だし、美味しいし可愛いし、100点です。これが1位です。って感じで、今回はドンキホーテおそらく最後になるかもしれない第4弾紹介したんですけど、最後ハイレベルでめちゃくちゃ良かったです。ちょっとレベル高すぎて、僕がみんなに買ってほしいなって思うのは、これと、これかな。これは美味しい。から、グミ好きな人は一回これ買ってみてもいいと思う。ほぼ、紹介したやつだね、最後に。これはよくあるアメリカっぽい味だし、これは、本家ナーズロップのが僕は好きでした。これもね、いいとは思う。いいとは思います。食感は、すごいサクサクってしてて、楽しい食感で、いいです。まあ、結果どれもいいんですけど、あ、みんなの好きなお菓子があれば、これ1位だよって思うのがあればぜひ教えてください。美味しそうだな、買ってみたいと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。